園田天高校は日本の政治家、日本初の女性大義士の一人、夫は園田正、旧姓は松谷、東京出身。実業家、松谷正一の長女として生まれる。天高校という個性的な名前は本名であり、政治好きの正一が明治維新の趣旨のような革命家になってほしいという願いを込めて命名したという、青山学院。 1940年東京女子大学英語専攻部、1942年早稲田大学法学部をそれぞれ卒業し、1944年から海軍省報道部職宅を務め全国の海軍交渉をめぐり勤労動員のカウンセラーをしていた。最初は名前が長いことから末尾の光を省略して天光と記していたが、末尾の光が 世の中の光になってほしいという願いが込められていることを知り、三字で書くようになったと述べている。三人の妹のうち二人は、天聖丸、天妃人といずれも、個性的な命名をされており、四女、徳子は、出産時に亡くなった母と同盟である。二人の妹は、それぞれ医師、公認会計士となった。川崎市稲田津津に疎開し、戦後は、 戦争で生き残ったことに対する罪悪感のような思いに苛なまれながら過ごしていたが、1945年10月1日の朝、ラジオ番組で上野公園でが死者が類ルイ,ルイと横たわっているとの福音軍人の当初が放送されるのを聞き、すぐさま父親と共に生まれ故郷の上野に赴いた。そこで飢餓で苦しむ路上の人々をつぶさにし、帰宅途上新宿で途中下車し、 街頭で現状の危機高いを熱っぽく呼びかけた。やがて彼女の演説に共鳴した人々と共に、ガシ防衛同盟を結成し、食料の調達ルートの開拓や、官庁、議会への陳情、デモを行った。1946年、父親の友人の勧めもあり、第22回衆議院議員総選挙に、旧東京2区からガシ防衛同盟で立候補し当選。 日本初の女性代議氏の一人となる。当選後日本社会党に入党し、1947年の第23回総選挙では、中選挙区制の旧東京7区から再選を果たすも、足田内閣の予算案に反対して、除名となり、黒田敏夫、岡田春夫と共に労働者農民党を結成した。1949年の第24回総選挙では、 労農党から参戦されたが、党の資金繰りについて幹部が言葉を濁したことなどから、不信感を持ち離党、無所属になった。1949年、民主党の妻子ある青年会議士、園田正との恋愛が発覚、白亜の行為としてマスコミを賑わせた。天皇皇は最初は虚偽報道と否定していたものの、やがて妊娠という厳粛なる事実が明らかになり、 父の猛反対を押し切って、駆け落ち同然に同棲、結婚した。同年中に出産。現職国会議員の妊娠、出産は、県政史上初めての出来事であった。一方、追い出された形の前妻は、衆都の看病に努めながら、元の鞘に戻る日を待ち続け、世間の同情を得た。市川夫妻、平林太子らからも、無節操と激しく批判された。 1950年12月11日、天皇校は、平林太鼓や小説新潮編集長らを名誉毀損で告訴。これは、平林太鼓が小説新潮9月号にて天皇校をモデルとした小説栄誉夫人を発表したこと、これに追随して、たしても後追い記事も出たことによる。 天皇皇は1952年の第25回総選挙で、松谷正のまま改新党から立候補したが落選。以後改新党や日本民主党からの出馬でも落選が、続き、無所属として立候補した1958年の第28回総選挙も落選となり、この後国政選挙への出馬を取りやめ、旧熊本2区で当選を重ねる夫、自家のサポートに専念するようになった。 1984年に自家が死去すると後継者が指定されていなかったために講演会が分裂し前妻の息子である園田博之との激しい対立が骨肉の争いとしてマスコミで取り上げられた。天皇皇と博之は共に自由民主党の公認を求めたが得られず、1986年の第38回総選挙では旧熊本2区で、 両者とも無所属での立候補となった。初めて、その打性での立候補となった天皇校は中曽根派の支援を得たが、トップ当選した広行に遠く及ばず落選し、34年ぶりの国政復帰はならなかった。以後は立候補せず、国会外での活動を積極的に進めた。1989年4月、君三党法官賞受賞。2000年、 橋本聖子参議院議員の妊娠を契機として国会議員の産休制度創設が議論されたが同年2月現職国会議員としてただ一人出産を経験した人物として自民党の国会議員の産休問題に関する懇談会に参加し野田聖子衆議院議員らと共に制度創設推進の立場で発言 一部から議員を辞職すべきとの声も上がっていた橋本を擁護し、国会規則改正に一役買った。2013年、第7回、後藤新平賞を受賞。90歳を超えても、なお、自民党各種婦人団体連会長、NPO 法人育桜井理事長、NPO 法人世界芸術文化振興協会理事、社団法人日本、ラテンアメリカ婦人協会名誉会長、 日本科学模型安全委員会名誉会長、日本会議代表委員など、多数の団体の役員を務めた。馬バ場バキ子に指示して、短歌を作り、歌集も出している。85歳から天寿まで10年の間に、骨折、肺炎、糖尿病など様々な病や怪我をしながらも、脳神経医で、元は藤田保健衛生大学医学部教授だった。 自身の三歳下の妹である天聖丸に助けられながら二人三脚の日々トローケアを受けて過ごした。二千十五年一月二十九日東京都内の病院で死去九十六歳没の部瀬5位。九百六十年代半ばに中日ブルガリア大使の妻との交流を介して本場の自家製用の種を使ったブルガリアのヨーグルトの製造法と利用法を学びテレビで ヨーグルトが健康維持に役立つことを披露するなど、当時日本では馴染みの薄かったプレーンヨーグルトを日本に広く紹介した。その他にもブルガリアに対し医療物資の支援を行ったり、婦人団体を引率してブルガリアとの交流を深めるなどし、勲章を受けた。2009年5月にはブルガリアにおける外国人に贈られる最高位の勲章であるスタラプラニナを受賞した。 ありがとうございます。